こんにちは、ベビチューブです。うちはリンスインシャンプーをしてるから男の子はほぼ使わないんだけど、女の子は洗ってあげてる時にキシキシしすぎてるから1歳ぐらいからたまにつけてあげてるよ。たまになんだ、毎日じゃないんだね。髪が長いと余計気になるよね、キシキシ感が。そうなんだよね。うちの子は頭からシャワーをかけても完全に泣かなくなった4歳ぐらいからリンスをしてるよ。そうなんだね。1回してあげたらすごい気に入ったみたいで、私専用のトリートメントをこっそり使ってるみたい。あ、そうなんだ。いいの使ってるんだね。じゃあ、うちの子は寝かせて洗うのがきつくなった2歳ぐらいかな。こうやって頭を乗せてね、洗うのが辛くなってきてから、最初はおでこにね、こうやって手を当ててあげて、シャワーをかけても顔にお水がかからないようにしてあげて、それで徐々にこの手のね、隙間をこうやって開けていって、日にちをかけてちょっとずつちょっとずつ隙間を開けていくみたいな感じで。そうなのね。うちの子は頭からかける練習をしたのが3歳ぐらいかな。シャンプーハットから始めて、次は下を向いて手で顔を隠して、やっと泣かずに自然にお湯をかけられるようになったのが4歳過ぎた頃だったかな。1年ちょいかかったんだね。そうそう、長かったんだよね。うちは自分で洗えるようになったのは5歳ぐらいだった。うちも5歳。あ、そうなんだ。5歳になった今では、たまにね、一人でお風呂に入ってるよ。え、そうなの、すごい。上の子がいるから早いのかな。あ、そうなのかな。うち6歳の子がいるんだけど、怖い怖いって言って一人で入る気配すらない。そうなんだ。だから最近は1年生になったら一人でお風呂に入るんだよって言い聞かせてるところ。なるほど、まず言い聞かせからね、そう始めてるんだね。